神代でございます。今日は新生邪馬台国誕生について、お話をいたします。ウロは天海王からの命令により和国側との交渉のため、ウユー村に向かうことになりました。その交渉の議題というのが、要は和国との開戦か開戦ではないかの二つに一つでありました。その主導権は当然に和国側にあるわけでありましたが、しかし売ろうとしては開戦ではない方にかけたかったのです。和国は未だ韓半島での白国、後の新羅を相手にする数年間に及ぶ戦いに踏み込むことへ二の足を踏んでいると判断したかったのでありました。ともあれ、ウローはウユー村の和国軍の陣営へと向かいました。和国側は数日前と同様、礼節をもって出迎えてくれ、うろうをして、最も奥まった本営の万幕内へと案内してくれました。そこには前回の時と同様、正面の最も奥の席に天の押し本耳巫女が座り、その左側に二にぎ巫女、右側に火の早日巫女、うがや吹き合えず巫女らの姿が見られました。和国側は相も変わらずして、ウロウを白国の最高の官職の人と認識しており、最大の礼節でもって、出迎えたもののようでありました。当然にウロウにも彼ら4人の大将軍将軍たちと同様の金銀が散りばめられている椅子が勧められます。しかるにウロウはその椅子を辞退しました。その場に両足を折って座り平伏しました。実は本日はそれがし、皆様方にお詫びを申し上げに参ったのです。それというのもスサノオイタケルフ氏の動向についてでございまするが、そのことにつきましてそれがしこれまで嘘を申しておりました。ここに深くお詫び申し上げると同時に、それがしの一心につき厳正なる処分をお願いしたいと思いまかり越してきましたものでございまする、とうろう。どういうことだと二にぎ巫女の声に凛とした厳しさがあります。実はそれがし独自の判断により、スサノオイタケルフ氏を慶州の都のうちにかくまっていたのでございまする。当然に天海王やその他の貴族たちは知らないことでございました。そういう中、それがしがかくまうことをしたのでございまする。しかるに数日前、貴軍の統治への進撃に伴い、これ以上かくまい通すことが難しいと考え、スサノオイタケルフ氏をコークリ国へと逃亡なさしめました。もう今頃は周王山を越え北へ数千里走って高句麗領内へと入っている頃と
推測されまする。しかるにことここに至って我が白国と貴軍との軍事的緊張一触即発の事態を迎え、これ以上の時間の経過は我が白国に大いなる災いをもたらすと思い、こうしてそれがし膝を屈し頭を垂れて貴軍へと詫びを入れに参ったものでございまする。我が身はどうなっても構わない。しかるにスサノオといたける節をかくまったのはそれがし一人、それがし一存の判断でありまして、白国や天界王及びその他の貴族たちにも何の関係もなきことにございまする。どうかそれがし一人を厳罰に処していただいて、その上で白国の王家と貴族どもには類が及ばないようご配慮を賜りたく付してお願い申し上げまする、とうろう。なぜだ、なぜスサノオいたける節をかくまったのか、とニニギミコト仁義にてございまする。かくまわなければならぬ男同士の仁義がございましたので、かくまい申した、とうろう。真実天界王やその他の貴族たちは知らなかったのだな。その方よもや国王やその他の貴族たちをかばってそういう物言いをしているのではあるまいな、とニニギミコト。いいえ、そういうことはございませぬ。あくまでスサノオいたける節をかくまったのはそれがし一人の判断、それ以上でもそれ以下でもございませぬ。どうかそれがしを厳しく処罰していただいて、その上でもって今この地に存在する和国の軍隊をことごとく撤兵していただきたくお願い申し上げまする。天界王もその他の貴族たちもこのこと全く存じ上げなかったことなのでございまするから、とうろう。しかしそなた、このままでは罪は重いぞ。そなた一人の思惑でやったことなら主をも裏切り奉賠をも裏切ったことになる。死刑は死刑でも火あぶりの刑に処せられることになろう。どうだ、本当のことを申せ。本当は天界王やその他の貴族たちも知っていたことであろうもな。白国挙げてのスサノオいたけるの陰徳であり、かくまいであったのであろうもな。どうだ、そのこと認めれば死刑は死刑でも処刑の方法を公主刑に変えて使わすぞ。どうか、とニニギミコト。死刑のうちでも火あぶり刑とは、その刑を受けた者の魂は神のもとに赴くこともできず、また二度とこの世に生まれ変わることもできない。そのように、古代人には信じられていました。それを公主刑に改めるというのでありますから、同じ死刑は死刑でも大変な譲歩ということになります。しかるにうろうは首を振りました。罪はそれがし一人の身から
起こったことにございまする。天界王をはじめとしその他の貴族の者たちには全く関係のないことに相違ございませぬと、うろう。ここにうろうの火あぶりの刑が確定しました。翌日うろうは倭国軍によって宇宙村の高台の丘の上に引き出され、張り付け柱に両手両足を縛られました。足元には多量の薪が山と積まれています。その上でもって倭国側の一人の武将がその丘の上へと姿を現し、次のように告示しました。ここに今貼り付けにかけられようとしている罪人がいる。名前はうろうと申し、白国において国王を補佐する叙仏官という地位にいたものである。しかるにこのうろうは国王をないがしろにし、勝又同僚の貴族どもをも欺いて、倭国における重大犯罪人であるスサノオ、イタケルフ氏をかくまい、その上その両名を、コウクリへと逃亡なさしめたものである。その罪、倭国ばかりでなく、白国にとっても万死に値する重罪である。ここに白国王に代わって我が国倭国の手によって火あぶりの刑に処する。以上そのようにいたしますゆえ、白国側に犯せられてもよくよくその内容を理解していただき、剣士の段よろしくお願い申し上げまする、と倭国側の一人の武将。要はうろうという犯罪人がいる。その人物は白国王や同僚の貴族たちをもだまくらかして、倭国における重大犯罪人であるスサノオ・イタケルフ氏をかくまったものである。今火あぶりの刑に処するところだが、その事情を白国側においても理解していただき、苦言を述べないでいただきたい、そういうような内容でありました。当然にその貼り付け柱にかけられるうろうの姿を白国側も見ていました。大勢の者が次々と走り去って白国天界王にその旨報告いたします。天界王はやむを得ぬことだ、うろうはうろうなりにその体一つで倭国軍をこの白国へ進軍させないために防ごうとしているのであろうとのみ言いました。天界王といえどもそのうろうの死を妨げる手段は残されていないようでありました。やがてうろうの足元の薪に火が点じられます。薪は赤々と勢いを持って燃え、その上でもってうろうの体中を白い煙で包んで行きました。まもなくうろうの首がガクリと前に垂れるのが見受けられました。うろうの死でありました。こうしてうろうの処刑が終わると倭国軍は何事もなかったかのように、白国国境の宇宙村から軍勢を撤去して、去って行きました。やはりうろうが
生前漏らしていたように、和国側も長期化し泥沼化状態となるであろう白国との全面的な戦争を望んではいなかったのです。スサノオイタケル節を取り逃がし、コークリ国へ走り入らせて亡命させてしまったことは残念と思っている様子でしたが、しかしこれ以上の韓半島での長期在陣は和国側にとっても負担が重すぎるようで、継続できそうもないようでありました。和国側はここに思い切りよく撤兵を開始したのでありました。しかるに和国の邪馬台国はこの時点にあってようやくに再興され、旧のごとくは日本列島筑紫島はもちろんのこと、弁官のことごとくをも再制圧したのです。その勢力範囲を一覧表にしますと次のごとくでありました。邪馬台国、豊国ですね。豊前、豊、思いかね、みこと。岡、恩賀郡、天の押しお耳、みこと。二宮、佐原郡、天の保秘、みこと。日高み国、日田、法出み、みこと。糸国、糸島、安住氏、朝倉、天城、長さ、弁官の金冠、金目、二にぎ、みこと、小かや、こし、日の、はやひ、みこと、大かや、こりょん、うがや、ふきあえず、みこと、ここに邪馬台国は真実の意味で誕生したのであります。いわゆる新生邪馬台国誕生でありました。これから以後も邪馬台国は様々な運命を抱えながら連綿と続いていくことになるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は思いかねみこと、うさを平定するについてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。